はい、今日はですね、魚類とかですね、あと、海洋生物ですね、海洋動物の大きな分類の、ね、体系についてお話をしていきたいなというふうに思います。で、最初、生き物の中ですね、動物で、お魚とかですね、顎のある魚と顎のない魚に大きく分かれていきます。顎のない魚で、こういったもの、これ古世代で示したものですけども、こういったものの生き残りというのが現在の、ヤツメウナギとかヌタウナギになります。こういった顎のない魚が最初にいたわけですね。で、今度は顎のある魚ということになるわけですけども、顎のある魚の中はまず最初に、軟骨魚類と硬骨魚類、この2つに分かれていきます。じゃあ軟骨魚類から最初に説明していきます。まあ、非常にね、古生代からあったものでサメの仲間があります。古生代のサメは、これはラブカですけども、クラドセラケっていうのはね、サメの祖先じゃないかと言われてますけども、こういった口が前についてるタイプで、エラ穴も多いですね。で、5つじゃないです、ラブカなんか6つありますけども、こういったものがまず古生代のサメということになります。それから中生代のサメですけども、それの生き残りは何かというと、こういったネコザメちゃんですね。ネコザメがの仲間がですね、中生代のサメの仲間ということになります。さらに新しい時代になってきますと、これですね、要はホオジロザメ、こういったような、サメ、要は口の方がちょっと下の方についている、こっちの方についているようなサメというのがこれから現れてくるということになります。まあ、それからエイみたいなものもですね、これマンタですけども、こういったようなものが現れてくるということになりますね。で、さらにちょっとよくゴブリンシャーク、ミツクリザメですけども、これ古生代のサメと思っているかもいるかもしれませんけども、形見るとね、現代のサメに近い形をしていますね。分類もやっぱりそういった現代サメの分類になってきますので、こちらになります。で、サメといってもですね、ちょっと変わったサメがいるんですね。このギンザメ、ギンザメというサメがいますけども、これは普通のサメと違ってエラブタが1個しかないですし、ヒレもなんか普通のサメみたいに、皮で覆われてないですよね。で、こういったサメ、まあ、一応前頭類という形になってますけども、研究者によってはですね、これはもう今滅びちゃったバンピリ、ダンクロステウスとかですね、ああいったものバンピリの生き残りじゃないかという人もいます。非常に珍しいものですよね。それから硬骨魚類ですけども、硬骨魚類は、ヒラの根元にですね、要はこういった何ですかね、骨がついているヒレであるもの、こういったものを肉器類というふうに言います。で、それに対してですね、ヒレがいきなりこう何ついていて、骨がないものですね、こういうものを上気類というふうに言います。古生代ではこういったね、残りとしてはチョウザメなんかがその生き残りのものになります。じゃあこの上気類についてですね、お話をしていきます。で、古生代はこういったの生き残りは、いわゆるチョウザメとかポリプテルスがその生き残りになるわけですけども、中生代になるともっと、鱗がガッチガッチガチのですね、お魚が栄えるわけです。で、現在もその生き残りが残ってまして、いわゆるこういったガーフィッシュですね、ガーパイプ、こういったようなものは、古生代の生き残りということに、中生代の生き残りということになります。アミヤとかガーパイプです。で、その後にですね、現在は真骨類、いわゆる、鱗がものすごく簡略化されて骨だけでできている、それまではガノインソウとかエナメルスとかいろいろあるわけですけども、そういったものがドメスとかですね、そういったものない鱗だけで、骨だけでできた鱗、簡略な鱗を持っているお魚、これを真骨類と言いますけども、そのタイプの一番古いものはですね、例えばアロワナで、これはですね、実はこれまでの魚というのは、これ見て分かりますけど、胸びれは下に、腹びれは後ろにある、胸びれは下の方に、腹びれは後ろに、同じようにですね、この真骨類も胸びれは下にあり、ね、腹びれは後ろにある、こういったものが底位群というふうに言います。同じようにサケなんかも見ていくと、胸びれは下にあり、腹びれは後ろにあるということね。それに対してもっと進化した魚と後位群というのがあります。これカンパチですけども、見ていくと胸びれは上の方にあって、腹びれはずいぶん前の方に来てますよね。こういったものを後位群というふうに言います。スズキの仲間のほとんどこれですね。同じスズキの仲間で一大、胸びれは上にあって腹びれは前にある、
こういったような状況にあります。で、その中間的なお魚って実は少しいるんですね。例えばサンマ見ていきますと、胸びれは上にあって腹びれは後ろの方にあります。昔は注意群と言いましたけど、今、こういったお魚の仲間でサンマの仲間、同じようにこれですトビウオですね。トビウオも横から見るとこう胸びれは上に、腹びれは後ろにあります。これもだからサンマに近い仲間ということになります。あとタツノオトシゴなんかもね、そういった仲間になってくるということになります。で、じゃあ今度は肉類の方にまた戻っていきますけども、シーラカンスとか同じようなものとして肉類としては現在生き残っているハイギョの仲間ですね。こういったものがいます。ここですね。で、今度はその肉類がイクチオステナとかそういう形になって、両生類ということで、陸に上がってくるわけですね。これ山椒魚ですけども、こういった形、ただし彼らは、まだ硬い卵を産むことができないので完全に陸には上がれない。だから両生類、水と陸の両方を住むということは両生類というふうに言われています。じゃあ爬虫類になりますと殻を持った卵を産みますので、陸上にずっと上がれます。でもその上がったやつがまた海に戻ってきた爬虫類がいますね。例えばウミガメですね。こういったものもいます。それから、ガラパゴスですとウミイグアナ、ね、トカゲの仲間が海に入ります。でさらに沖縄なんか行くとエラブウミヘビ、ウミヘビもコブラの仲間ですけど、彼らも海に戻っていったということですね。というようなことです。じゃあ今度はそこから爬虫類から、ね、恐竜を経て鳥、そして哺乳類、哺乳類はもう古生代から分かれてますけども、そういった分類になりますけども、まず鳥ですね。典型的なものはこういったペンギン、ね、これが、鳥類ということになります。じゃあ哺乳類ですけども、哺乳類、メインなものはですね、食肉目といいます。要は犬とか猫の仲間になりますけども、それのアシカとアザラシいます。アシカの方はこういう感じで胸びれで泳ぐタイプですね。アザラシの方はそうじゃなくて後ろ足、さっきの胸びれは前足ですね。後ろ足をこう魚のように振って泳ぐタイプのがアザラシになります。じゃああと、いわゆるジュゴンとかクジラというのが残ります。彼らは食肉目ではないんですね。まず、ジュゴンの仲間、これジュゴンですけども、ジュゴンの仲間は、これはゾウに近い仲間になります。で、なんでゾウっていうかというと、ゾウはあの、歯がだんだんこう生え変わるんです。すり減ったら後ろの歯が出てくるという形で変わるんですけども、実はジュゴンたちが食べているのは海藻ではなくて海草といわれる、アマモとかを食べているわけですね。その中には、ガラス質が含まれていますので、だんだん歯がすり減るんですね。で、そのすり減ったあの歯がまた後ろから生えてくるようなゾウの仲間がいいぞということで、マナティとかジュゴンが実は海草を食べる、ね、ものとして海牛類としているわけです。で、今度はですね、ひづめのある動物、グーテー類、キテー類とグーテー類言いますけど、ひづめが2つに分かれたものがグーテー類というわけです。で、グーテー類の中で、結構凶暴なのは何がいい、カバとかね、います。昔はあの何肉食のグーテー類って結構いたみたいなね。その中の一部がですね、海に進出していってクジラになったというふうに言われています。で、ですから今も、今クジラ目というのはクジラグーテー目、クジラと牛と同じ目の中に入るということになるわけですね。だからひづめのある動物であったというのがクジラということになります。で、こういう形で海にいる、動物たちというのを、体系的にですね、分類していくとこんなような形になります。フィギュアで見ればね、少し分かりやすいかなということで、作ってみました。以上でお話を終わります。